皆さんこんにちは、雄大コープ代表の三浦雄大です。まあ、お久しぶりでございます。さて今日はですね、まあ、また GK のニュースを喋ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。さて何を話すかと言いますとですね、あ、突然なんですけど、皆さんのパワハラについてどう思いますかね。パワハラ、はい。まあ、パワハラと言いますとですね、あの会社とかですね、あの役所とかでですね、上司がですね、部下に対してですね、暴言を吐いたり暴力を振るったりとかする、まあ、簡単に言えばそうなんですけれどもですね。でですね、そのようなパラハラですね。まあ、残念ながら日本ではなくならないんですよね。はい。まあ、日本では気質かどうかわかんないんですけれどもですね。まあ、残念ながらね、まあ、撲滅をしきれてない部分があるんですよね。はい。で、そのパワハラなんですけれどもですね、未だに そのパワハラがですよ、まあ、ある場所でですね、問題になっているところが、日本で一番有名になっているところが、まあ、あるんですね。まあ、それ何かと言いますとですね、関西のですね、兵庫県のですね、あの、知事のですね、斉藤元彦知事って皆さんご存知でしょうかね。はい。まあ、多分見たことあるけど、わかると思う。まあ、この方なんですよ、この方。はい。まあ、兵庫県の知事でございましてですね、で、なんとこの人がですね、その過去にですね、いろいろなんかパワハラとかをですね、いろいろしてですね、まあ、後ほどまた詳しく話すんですけれども、いろいろですね、問題行為を、ま、ちょっと起こしてるんですよね。この、その、知事がですよ。斉藤知事がですよ。はい。全く、ま、僕もちょっといろ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 ニュースとかで見たんですけど、これはちょっとですね、ひでえなとちょっと思いましたね。はい。まあ、まずはですね、早速、じゃあ、話してみたいと思います。で、斉藤元彦知事なんですけれども、1977年11月15日ですね、出身地はですね、兵庫県の知事ということで、兵庫県の神戸市須磨区出身ですね。はい。まあ、大学は、東大を、卒業してですね、もともとの国家公務員の総務省に勤めてらっしゃった方なんですね。はい。でですね、兵庫県と言いますのですと、京都、大阪、兵庫ということです。関西圏を、形成する一つ県なんですけれどもですね。で、2021年8月1日にですね、就任したんですね。ちょうど3年前に就任しましてですね。はい。で、知事やってるんですけれども、最近になってですね、この人のですね、なんか、パワハラとかですね、その、問題行為がですね、結構なんか、明るさに出てるわけなんですよね。はい。でですね、まずはですね、その、斉藤区の知事なんですけれども、その、例えば、ある一例、まずパワハラなんですけれども、一個話すとですね、いろいろあるんですけど、何から話そうかな。例えばですよ、公用車で、公用車。はい。で、その斉藤知事はですよ、就任した時ですよ、元兵庫県のその公用車はセンチュリーだったんですけど、トヨタのセンチュリー。わかる人はわかるんですけれども、その車からアルファードに変えてですね、この人少し政治家方だなって僕はちょっと思ったんですよ。で、その公用車でですよ、問題行為を起こしてるんですよね、はい。それです、その運転がですね、その気に入られてて、その後ろから蹴飛ばしたりとかしてたんですよね、はい。蹴飛ばしたりとかしてですよ。でですね、あとはですよ、エレベーターに乗るときですよ。その部下がそのエレベーターを押さなかったらわかんないんですけど、お前はそのエレベーターのボタンも押せねえのかよってですね、言ってですよ、その、暴言を吐いたりとかしてるんですよね、はい。でですね、あとは気に入らないことがあるとですね、もうすぐ怒鳴りつけられたりとかしたりするんですよね、はい。でですね、で、そのこの、いろいろパワハラとかも行ってですよ。あと、気に入らないことがあって、机を叩いてですね、激怒してですね、いろいろ指示とかもいろいろ無茶苦茶な指示をしてたらしいんですよね。はい。でね、あとはですよ、いろいろ知事と言いますとですね、兵庫県のいろいろな場所に行くんですけれども、城崎温泉も確か兵庫県だったかな。行った時にですよ、カニをですね、おねだりしたりとかしてたらしいんですよね。あと、どっかの町だったかな、ワインをです、ワイン俺も欲しいなとかでくれよとか言ってるんですよね。言ってた。たかってるんですよね、ですね。はい。で、城崎温泉ですよ。確かあそこカニも有名なんですけれども、カニとかもですね、職員が断ったにもかかわらず自分がね、俺欲しいからくれよとか言ってるんですよね。はい。でですね。あとはですね、いろいろあるのかな、この人。
なんか、あと、それで、原因で、パワハラの原因でですね、なんか、どっからその、県のその、局長、元局長さんが自殺しちゃったらしいんですよね。はい。で、それがなんか、原因でですよ、その、副知事がなんかですね、まあ、辞任したんですよね。で、あとはですよ、なんか、いろいろなんか、あと、あれだ、今年なんか、阪神タイガース、はい。阪神タイガース優勝してですよ。なんかその、お金がなんかあったらしいですよ。お金っていうかですよ。その、補助金からその、県のそのなんかお金をですよ。そのお金をですよ。なんかその、取ったっていう噂もあるんですよね。はい。取ってですよ。その、取って、その、それをなんか自分の懐になんか入れてるんじゃねえかって疑惑もあるんですよね。はい。でですね。ちょっと、いや、これ、仮取ったらですよ、相当なんかやばいこと、もうあっちゅうって、もう窃盗と、もう詐欺と同じことやってるわけですからね。はい。でですね。まあ、あとはですね、なんかいろいろあんのかな、なんかその、まあ、机を叩く、ペンを投げるとかもやってですよ。で、まあ、あとはですよ、その、まあ、おねだりもしてるわけなんですよね。パワハラのおねだりとかもしてですよ、その、でですね。まあ、むちゃくちゃなことやってるわけなんですよね。はい。でですね、なんかそういうなんかの音声もなんか残ってんですよね。なんか音声残ってましてですね、その。で、本人はですね、なんかこういうことはなんか僕打ち止めてればならねえとかって、なんかへりくつ言ってるわけなんですよね。でですね、ここまでですね、その証拠とかもなんか揃ってに関わるですね、本人はですね、なんかね、知事をなんか続けるって言ってるんですよね。はい。知事を言えば、で、私はその、生まれ変わってですね、一生懸命やっていきたいと思いますとかってですね、なんか言ってんですよね。まあ、ちょっとね、まあ僕もちょっとな、いろいろその、過去にもこういうなんかいろいろやらかした知事とか政治家もいたんですけれども、ここまではっきり言ってですね、ちょっとね、頭おかしいだと思いましたね。この斉藤元彦知事ですね。はい。まあ、東大は出てるから、まあ、頭いいだろうんですけれども、なんて言ったらいいのかな。なんか、自分の置かれてることが全然理解してねえと、ちょっと思うんですよね、この斉藤知事ですよ。なんかその、それで、そのパワハラが原因ですよ、その局長がですよ、その、下にもなんか自殺してるわけですから、なんか、ことの重大さを分かってねえのか、よっぽどバカなのか、よっぽど病気なのか、多分、どっちかか、あるいは忍耐強いのかか、その三つ、まあ、あとは三つからどれ、全部当てはまってんじゃないかと僕は思うんですよね。ちょっとですね、まあ、病気なのか、よっぽどバカなのか、病気なのか、よっぽど精神強いのか、わかんないんですけどね。こんなちょっとですね、ちょっと頭のおかしいって、初めてだと思いましたね。はい。で、まったく。なのでですね、まあ個人的にはですよ、なんかそのなんか不信任を提出してか僕はいいと思うんですよね、こう斉藤知事で。ちょっとですね、悪質だなちょっと思っちゃったんですよね。ちょっと思いましたね、はい。なんかその知事とかなんかあれ、弾劾する施設できないんですかね、兵庫県はないんですかね、なんかある、なんかあると思うんですけどですね。でもなんかこういう知事はなんか弾劾とか出されても辞職勧告でやめないような気がするんですよね、なんか。でですね、まあ、あとはですよ、その、この記事って確かどこ出てるのか、確か。あ、無所属か、確か。あ、無所属なんで、とか維新かな、なんか日本維新が確かを支援してんのかな、確か。なのでです、あ、あれだ、日本維新の会が、2、3年前の兵庫県知事選の時ですね、吉村さんとか、なんか応援したんですよ。なのでですね、まあ、今後なんかその、辞職勧告はなんか出されんじゃないかと思うんですよね、その、なので、はい。でですね、まあ、あとはですよ、まあ、来年なんか、その、大阪万博で、万博じゃないか、万博大阪で、はい、2025年に。でですね、まあ、明らかにその、こういうのがいると、その、兵庫県のイメージは悪くなると思うんですよね。実はその、この、斉藤知事のパワハラのせいでですよ、その、兵庫県のその、県の、職員試験でしたっけ？あれで、なんか、筆記試験なんか4割以上がなんか辞退したってなんか言ってるんですよね。もうそれぐらいちょっと兵庫県の県庁で働いてたらないよっていう人がちょっと、
増えているということですね。まあ県政にも影響出ると思うんですよ。まあ兵庫県は神戸ありますからね、その関西圏を支える一つの県ですから、その関西エリアにも悪影響出るんじゃないかと思いますね。はい。なのでですね、まあこのような知事をですね、まあ即刻僕はですね、あの県民のそのまあ他の職員と力を合わせて辞めさせるべきだと僕はちょっと思ってますね。はい。まあ僕は全然まあこの斉藤知事にはお会いしたこともないですし、まあちょっと兵庫県の関係者じゃないかも、こんなことを言う立場じゃないんですけれどもですね、まあ少しでもですね、その正義は必ず勝つじゃないんですけれどもですね、このようなそのね、悪質なことをですね、やめさせるべきじゃないかと僕はそう思っております。そんな感じです。はい。雄大コープの三浦雄大でした。ご視聴ありがとうございます。前の会社、奥岩宮、それでは。